いつもご視聴ありがとうございます。 1.6.0C 情報カード紫のノーマルすぎた原発を使って対戦していきます。全バージョンより効果時間が5カウント延長され、範囲も直径 0.8 部隊分広くなりました。熊同士やマガラナオタカなど耐久力のある味方にかけるとかなり厄介ですね。リジェネプラス復活現象で試合中の長時間を戦場で戦うことができます。今回は基本的に杉弦をかけて8攻めしつつ心配などで守るデッキです。それでは対戦よろしくお願いします。これは凝固、まさか解剖に立ち会えるとは。あ、いや、まだ遺体にはなっていないのですか。押し流されるがいいわ。消えろ。まだ生きてくる。参ったとは言わないぜ。俺を超えるか。いつ死ぬかわからない。流派発動、一の方、逆転の、まだ戦いは終わっていない。鬼身の戦、見せてやるとしよう。悪鬼一戦、粉々に散るがよい。陣を下げろ。死者は完全には死にませんよ。生きてくるの。誰もがやらないことだからこそ私がやるべきなのです。まだ生きてくるわ。流派発動、二の方、ただで死ぬと思うたか。誰もがやらないことだからこそ私がやるべきなのです。まだ生きてはるんだ。俺を超えるか。我が命一つではない。戦いは終わっていない。まだ生きてはるわ。誰もがやらないことだからこそ私がやるべきなのです。もうダメだ。消えろ、消えろ。鬼身の戦、見せてやるとしよう。流派発動、三の方、
望の光、リンネのささやき、ウグイスの声。消えろ。まだ生きてはるわ。まいったとは言わないぜ。俺を超えるか。消えろ。ただで死ぬと思うたか。ただで死ぬと思うたか。逆転の好奇心。まだ戦いは終わっていない。全機解放。誰もがやらないことだからこそ私がやるべきなのです。まだ起きてくるわ。陣を下げろ。我が命一つではない。まだ起きてくるわ。殺してみろ。俺はくじ見の杉本だ。人はいつ死ぬかわからない。消えろ。まだ生きてはるわ。我が忠義は揺るがぬ。強いな。流派発動。三の方。消えろ。消えろ。消えろ。は簡単には死ぬと思うのか。最後までご視聴いただきありがとうございました。頑張って更新していきますので、応援よろしくお願いします。